呼び込み君のメロディーに歌詞をつけてみよう。素晴らしい。急に。ただ我々勝手にしてますけどね、群馬電機さん的には大丈夫なのか。確かに。この呼び込み君から音を出していただけるのであれば、はい、OK です。あ、なるほどなるほど。じゃあコラボだ、コラボ。はい。メーカーさんも公認ということで、テーマはもしハマスカイベント第2弾が開催されたら、そのグッズ売り場で流して商品が飛ぶように売れそうな曲。買ってくれなきゃ。買えをこんなに言うと思わなかったね。11月6日ですって、もうこれ放送、もう完全に秋ですし、2023年ももう終わります、うん、ね、丸々の秋とか言いますけども、どうされてるご予定ですか、はい、この辺は何してんだろう。秋やってるでしょ、いろいろね。でもまあそうですね、きっと私はツアーに多分出てんじゃないかな。へー、そろそろね、来年の3月ぐらいまでですね。すごい、ずっとツアーやってるんですね。でもね、あのおしゃべりツアーなんです。トークツアー。へえ。トーク&アコースティックツアー。へえ、そうなんだ。あのガチャガチャに100個お題を入れて、うん、であの誰も知らないんです、何が書いてあるか。へえ。で、面白そう。そう、出たやつで話してって、話が続かなくなったら曲をやるっていうツアーなんですけど。すごい、面白そう。これやりがいあるなと思ったのが、去年やった時に弾いたら牛肉って出たの、うん、で牛肉について頑張って喋ったの10分ぐらい。お、結構盛り上がったの、うん、よしじゃあ次弾きましょうって言ったら豚肉が出たみたいなツアー。それを やります。3月ぐらいまで。すごい。そうなの。そういうツアーとあのカッコつけてるツアーを1年でこうサンドイッチしていくっていうので、去年からやってます。へ、そうなんですよ、はい。まあ飛鳥さん、まあお忙しいでしょう、秋もね。活動を皆さんご覧になってくださいね、はい、私も先週分ですかね、いいねが少なくなったっていうのがバレたんで、いいねするようにしますインスタ、はい、いや全然いいですけど。山手線に乗るときに、次は南蛮線に行って声アナウンス出るじゃないですか、本。あれ男性の声と女性の声があるんですけど、あ、男女、外回りが男性のアナウンス、内回りが女性のアナウンスなので、階段を上るときに、あ、男性だったら外回りが出発するんだぞ、来るんだぞっていうことを認識しながら乗ればより安全に帰る。企業努力ですね。知らなかったです。そういうことで今日やっていきたい。例えば車のウインカーのカッチカッチって音あるじゃないですか、うん、左曲がる、右曲がるとか、あれってのはあるメーカーは人間の心臓の鼓動よりもちょっと早めのテンポ感でカチカチさせてるらしいんです、あれ特にじゃあ決まりはないというか、決まりはないんです、メーカーで決められる、そうなんです、いうことなんです。それはなぜかというと、右折左折っていうのは緊張感が必要じゃないですか。確かに。それが心臓の鼓動よりもゆっくりのテンポだとちょっとリラックスしてしまって危険に、危ない運転だろう、なんかちょっと早めのテンポを鳴らすことにより緊張感を高めよう、これがまさに音の企業努力という。なるほど、すごい。初めての番組なんで何が使われるか分からないでいっぱい用意してきました。全部使いますよ。全部使いますか。ありがとうございます。企業努力涙の結晶、黄金の数値80デシベル。ほう。80デシなんだ。まあ、いろんなあのフードコートを回ってそれぞれのところであの確かに聞こえるようにっていうことと、スピーカーの音をミリ単位であの1パイ2パイ3パイっていうふうに音の大きさを変えて聞き比べてこの80デシベルに至ったっていうことです。黄金音量調整を他人に委ねない、ここが素晴らしいですよね。確かにね、シンプルに使えるっていうことですね。素晴らしい、はい、アップルと同じ考え方です。素晴らしい。ジョブスも出しますよね、これをボッケから。ただですね、ここが今日曜日の昼の音じゃないじゃないですか。ここはまあ静かですよ、やっぱりね、うん、まだここでやられてもやっぱりこの企業努力の良さが伝われないので、うん、ちょっとフードコートの雑音をここでスタジオで今日流してみようと思ってます、はい、そんなことできるんだ。これね、我々ちょっと今日相当頑張ってます、ね、これができます。すごい楽しみ、はい、はい。
ただですね、フードコートを完全再現したいので、2人がこれに注目してたらすぐ分かっちゃいますか。2人がフードコートに来てる状態にしたいので、あのコントをしていただいて。コントって言っちゃってる。急ですね。小芝居を。コントか。はいはいはい。まあ、まあ小芝居、芝居をしていただきたい。15回に1回やらされるやつですね。そうですね。はいはい、どういう関係性で来てることにしましょうか、フードコート。フードコートね。前あのね、車ロケの時にフードコート寄るみたいな場面ありましたね。ありましたっけ。まあ、じゃあロケ途中でフードコートに寄って、うんうん、まあ、ご飯を食べようということにしますかね。なぜかマネージャーがその時だけいなくて、いない2人だけってことですね。危ないですね。危ない感じですね。じゃあちょっとその状況でこの、はい、コールが聞こえるのかっていうのをやってみたいと思いますんで、はい、じゃあ行きましょう。じゃあフードコートの雑音スタート。いやもうね、近年本当にめちゃくちゃ店数増えてるんですよ、フードコート。あ、そうなんだ。何にしました？ラーメンにしました。ラーメンももうだって 2,3 店舗ありますよ。もう何ラーメンにしました？今日は、うん、醤油。考えた末は醤油だった。醤油ラーメンです。僕はあれにしましたよ。うなぎ。うなぎあるんですか？うなぎありますよ、場所によっては。ここはもう何でもある。ここ何でもあるし、あとはもう1000円。うわ、来た。あ、来た。醤油ラーメン。はい。これ嬉しいんだよ。取りに。終了。まあ全然余裕っすね。余裕ですよ。余裕で気がつきますね。やっぱだから会話もしながらでも気づくということが研究の上で、やはりあまり大きくしてしまうとそれがかえってうるさくなってしまうので、うん、そこをうるさくないところに持っていくのがかなり調整がいります。なんていうんですよね、危機感を感じるような音色でもないところがまたすごいなっていうのは常々思っておりました。なんか嫌な気持ちになる音もあるじゃないですか、うん、ああいう感じじゃないですよ。粗品さんがなるほど、今初めて聞きました。ああいいお話だなと。あ、ですか。それはすごい思います。気づくけど、うん、なんかうわっていう感じじゃないというか、うんうん、なるほど、うん、ありがとうございます。ハマスカ放送部テラサ限定動画、斉藤飛鳥が乃木坂卒業後に一番やりたかった免許取得に踏み出す。人生初運転、無事にクリアできるのか。いやー、しない。死ぬ。どうしよう、あの人引いちゃうかも。まあ一回 お休みですね、番組。見られるのはテラサだけ。お見逃しなく。